ニコライ・マル・ニコライ・ヤコブレビチ・マル1934年12月20日は、ロシア出身のグルジア人言語学者、民族学者、ヤフェト理論と称する言語の単一期言説を主張し、1920年代から1930年代にかけてソビエト学会に大きな影響を与えた。マルは、現在のグルジアの区体史で、スコットランド人の父と、 グルジア人の母の間に生まれた。ペテルブルク大学を卒業後、1891年から同大学の教員となり、1911年には東洋学部の学部長に就任した。1909年からは、ロシア帝国科学アカデミーでの活動を始め、1909年3月7日に、科学アカデミーの歴史学、文献学部門の助手となり、アジア諸民族の文学、 歴史に関する研究を担当した。1912年1月14日には非常勤研究員、1912年7月1日には常勤研究員に任命された。この間、マルはカフカースの古代遺跡の発掘に精力的に携わり、特にアルメニアのこと、兄の発掘では貴重な文書資料を発見するなど多くの文物をもたらした。また、アルメニア、 グルジアに東洋学研究所を設立し、多くの研究者を育てるなど、カフカースの歴史学や考古学、民族学の最高権威だった。その一方で、マルはカフカースの諸言語に関する関心を深め、1910年代からはカフカース諸語がセムハム諸語、バスク語と共通の祖語から派生したとする仮説を唱えるようになった。1924年にはさらに、 世界のすべての言語が、サル、バー、ヨン、ラッシュの四つの音素で構成される、単一の原子言語から発生したとする、ヤフェト理論を展開した。丸によれば、言語は特定の発展段階に従い変化をするが、彼の言語の個性物学により、どの言語であっても、この四つの音素を生み出すことができるという。丸は、自説の補強のため、ヤフェト言語学を、 マルクス主義理論に接続し、現代の諸言語は共産主義社会の単一言語に修練する過程にあるとする説を唱えた。マルの理論は1920年代から1930年代までソ連邦内の少数民族語にラテン文字に基づく聖書法を制定するキャンペーンの理論的基盤となった。マルは1930年にソビエト共産党に入党し、 革命前からの科学アカデミー会員の中では唯一の党員となった。彼の学説は当時主流であった比較言語学の研究成果と一致しない高頭無形とも取れるものであったが、スターリンの指示を得てソビエト学会の支配的イデオロギーとなった。一方、丸の批判の対象となった比較言語学はブルジョワ言語学として公的に否定された。 丸は1926年から1930年まで、レニングラードのロシア公立図書館の館長を務め、1921年から、その市までの間、丸の名を冠して設立された、ヤフェト研究所の所長を務めた。1930年3月3日には、ソビエト科学アカデミーの副総裁に任命された。丸は1934年に、レニングラードで死去したが、その後も、 彼の学説はソ連邦の支配的イデオロギーとして君臨した。1950年にプラウダ市場にスターリンの論文マルクス主義と言語学の諸問題が発表され、マルの理論は公的に否定されることになった。マルのヤフェト理論の方がはロシア革命前の1910年代に行われたカフカース諸語の研究に遡る。マルはカフカース諸も 中でも丸の母語であるグルジア語が属するカルトベリ諸語の起源について強い関心を持つようになった。丸はセムハム語族の諸言語とカルトベリ諸語との類縁性を主張し、ノアの息子であり、セムの弟であるヤペテから名前を取って、自説をヤフェトリロンと命名した。丸はインドヨーロッパ語族の諸言語の出現よりも前にヤフェとソ語の話者は、 ヨーロッパに広範に存在しており、現在でもインドヨーロッパ語族の言語の中に、ヤフェと祖語の要素を生み出すことができると主張した。ソビエト体制下で、マルは、ヤフェと理論とマルクス主義の接続を図り、言語の階級性を強調するようになる。彼の主張は、言語の相違は、社会階級の相違を反映しており、異なる民族であっても、属している階級が同じであれば、 その話す言語は多くの共通点を有するというものであった。丸は社会の生産関係に規定された上部構造として言語を位置づけ、言語の共通性によって民族が形成されるとする主張をブルジョワ民族主義によって作られた虚偽意識であると批判した。丸の言語理論では言語とは単一の祖母から歴史的に文化、発展するものではなく、 社会の発展段階に応じて変化、混交するものとみなされた。丸と同じくスターリンの指示の下で生物学における肯定的な形質獲得を強調する類戦古学説がソビエト学会を支配した。丸のヤフェト理論は西側諸国への敵意、社会の発展段階に応じて文化や制度が規定されるとするマルクス主義の理論を自然科学や 人文科学の領域にも適用しようとするスターリン時代のソビエト学会の風潮を反映したものだったと言えよう。と言っても、世界諸民族の祖語を考えた丸の影響は、第5族に重点を置く後のソビエトやロシアの言語学会に大きく影響を与えている。EN、ヴィラディスラブ・イリーチ・スビティックと EN、アハロン・ドルゴポルスキーによる、 ノストラティック超語族の研究は有名である。ソ連のセルゲイ・スタロスティンが開発させたソフトウェア・スターリングのダイアグラムによれば、カルトベリ語の純素語である、ユーラシア大語族とアフロアジア語族は、ノストラティックの素語を共有する。さらに、スタロスティンが研究するバスク語が族すでね、コーカサス語族とノストラティック語族は、ボレア語族が共通の素語である。ボレアンツリーダイアグラム。 ありがとうございます。